君のそこの噂、私、俺知ってるよ。うん。俺のことは LINE じゃない、DM ね。送ったりして、あと、しかるん。あっちで。お願いします。始めます。さっきで。こいつ俺めっちゃ嫌いやねんな。え、ほんまになんか、きしょい。せめて理由あれ。ここの場はなんとなくわかりますか？いや、全然わかんないです。あ、なるほどなるほど。はい。まあ今、ある方が見てますと。はいはいはい。で、それはおそらくサキトさんがやりたい相手なんじゃないかと。それで言うとちょっと鼻につくというか、ほう。なんか、いますよね、溝口さんの、なんか、月人みたいな。ちっちゃい子、レオ君、はいはい、鼻についててもしゃあないなと思うんですけど、見ててね、ああいうなんか生意気なね、ああいう子が世の中に増えてほしくないなっていう。でもここでちょっとね、試合もしできるなら学ばせてあげたいなと。なんでこいつが上からなんかわからないけど、俺が選んであげんねんでっていう。最近ちょっと怪我してたんで練習してたんですけど、まあいらないですね、レオ君。ああ、もしレオとやるならいらないですね。正直なんかそのブレイキングダウンも今回11で最後にしようと思ってたんですけど、はい、はい、まあその相手レオかと思うんですけどね、正直最後の相手レオかよと思うんですけど、まあでもまあちゃんと学ばしてやろうかな。こいつはまあとりあえずまあ呼び出しして、なんでそんな上からなんかっていうのとか、とりあえず俺が教育してやろうかなっていう。こんにちは。ねえ、なんやねん。まあ僕まあ今回でブレイキングダウン11で最後にしようと思って、まあ今回ねオーディション受けさせてもらったんですけども、まあまずこの企画に出ると聞かされてね、うん、俺の最後君かと。いや、まあ別に決まってないけど。決まってないけどね、うん、ああ物足りないなと思ったけど、君みたいなね勘違い坊や、うん、まだまずに来ましたね。ちゃんと喋れよ、語彙力ないじゃん。だからそうやって暴れることしかできないでしょ。でも俺お前のことめっちゃ嫌いねん、ね、うん、ホストっていう、うん、いいじゃんいいじゃん分類が、うん、僕も嫌いだよ、君みたいな勘違いした18歳19歳お前みたいにな、人の人生潰してるやつ。19歳がこれから出てきたらね、嫌なんだよ僕も、うん、で僕もね会社経営してるし、こういう19歳とかがね社会人になったらもうこの世の中終わっちゃうよね。ブレイキングダウンいろんな人見てるわけよね、うん、何を勘違いしてんのよ。敬語も使えない君の素行の悪さ、俺いろいろ知ってるよ、うん、ね、何を行きがって分かんないけど、女の子とかに LINE じゃないや DM ね送ったりして遊ぼうよとかって言ってんの知ってんだよ。どこ情報か分からんけど俺 DM は返さんけどな。全然あるよ、うん、全然ある。 DM 君が送ってる DM、うん、で、うん。てか、なんなら逆にこっちが試合してあげるよ。君となんで上からなんか分からんしな、まずお前が、うん、君と試合してあげる。ホスト嫌いなんでしょ。ホストどの辺が嫌いなの。何が根拠で嫌いなの言ってみなよ。まずお前の顔と、まず顔やろ、まずお前の顔。いい、近いな近いな、髪の毛とか、ね、近いな近いな、臭い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 、近いな、近寄るな近寄るな。お前できんのじゃあ。何が、まあ、近寄るな、まあ、近寄るな近寄るな、あっち行け、おい近寄るなって言ってんだよ。分かんない。ちょっと話させてください。ちょ面と向かって話させてください。ん、もう何もしやん、何もしやん、何もしやん、お前何もしやん。お前そんなにしかできないんか、お前ダッサいな、お前ダッサいな、ダッサい。どういう育ち方したらそんなんなんだ。やりかしも来られへんの、お前ビビってる。来いよ試合でやろ、来いよ試合でやろ、来いよ。いいよいいよ。態度が上からすぎる。とりあえず勘違いするのと対応にせよっていう。ファイブから出させてもらってて、オーディションも何回か経験してないんですけど、初めて殴られました。かなりムカつきましたね。